はい、みょうがを半分に切っていきます。これで火の通りが良くなります。はい、甘酢を作っていきます。塩、砂糖、それから酢、塩を加える水、はい、甘酢できました。たっぷりのみょうがね、これを熱湯に入れていきます。はい、これをグラッと入れていきます。はい、はい、出来上がりです。火を止めて飛びます。で、はい、はい、ゴムを切って甘酢にぶち込みます。熱いうちに甘酢にしますね。で、熱を取って冷めたらラップにかけていきます。はい、落とし蓋をして落としろ。で、冷蔵庫にはい、まずはここまでです。はい、そしてここに血合いがあるので、ここにね、そしてよく血合いのところを洗います。はい、はい、流水でよく洗いました。そしてここに手を突っ込みます。で、これを落として骨を取ります。同じようにここも手を入れて、はい、
開いて、そばの、この真ん中のセブンを刺します。はい、残り3匹です。これを頭を落としていきます。はい、よく洗いましたよ。さあ、そしたらここで背骨を捨てます。そしてこの腹骨を
川の上に来て、そしてこっから川を向いていきます。決まりました。OK。 はい。そしてこれを2等分にします。そしてペーパータオルに並べていきます。さあ、悪戦苦闘で完成です。はい、これをちょっと水をよく絞って、そしてこちらに移します。はい、小さく小さくなっちゃいました。出来上がり。ラップをして冷蔵庫に入れときます。冷蔵庫に入れて、表面の溶岩と一緒に出しておきます。はい、OK です。Thank you.